いまーす。イェーイ。ピッ。それで今日は、ちゃうでいろいろあって、この、ここに、ここに至るまでにいろいろあって、もう早く聞いてほしい。行くではい。大阪市出身の21歳、岡村まらです。みんなからは、モナティーと呼ばれております。よろしくお願いしまーす。イェーイ。モナティーってコメント待ってまーす。 はい、マナティーです、マナティーです。はい、将来的にはオムライス博士になりたいと思ってます。よろしくお願いします。イエーイ。<laughs> 今日はありがとう日じゃない今日はありがとう団子ですね。あ、お花ありがとう。ガクヤン、はじめまして。ありがとう来てくれて。すごいマシンガン息してないぐらいの喋り好き。好きありがとう来てくれて。自己紹介面白いね。やった、ありがとうございます。あ、ジャイアンさんや。こんばんは。 ちゃうでん、ちゃうでん、聞いて、オムライス芸人さんじゃないです。ちゃいますよ。なんかななんでこんな鼻詰まってんだやろな、今日。つむじきのこ <laughs> ちゃいますよ。前髪切ってないでも今日ちょっと巻いてるからさ。ちょっと上がってるかも、前髪。頭にかぼちゃ乗っけてるの乗っけてまへんがな。これかぼちゃやないですがな。これは、あの、お団子でございます。あのね、今日はね、そうなの。 あの、ちょっとずつ、この、あのー、事故の紹介やない。<laughs> 今日は、ちょっとずつ、この、後ろも、豪華にしていこうと思って、第一弾です。オフ石川拓美さんなんかね、拓 <laughs> 也さんありがとうあの、あれやで、ね、今日は、後ろをちょっとずつ豪華にしていこうと思ってさ、その第一弾でございますそう 今日はハロウィン仕様にしてみました。あ、あんちゃんこんばんみー。ありがとう。そうなの見てみて。これな、ほら。まず、ここがハッピーハロウィンになってまーす。で、この辺とかもね、かぼちゃがあったりとか。あ、ひまりんごこんばんは。かぼちゃがあったりとか。あ、はるなちゃんこんばんは。そんな感じの背景にしてみました。 ほんまにツイッターで見て楽しみにしてたよ。ありがとう。作ったのえ、作ったように見えるこれ、マ、ま、ナが描いた絵に見えますかじゃあ、ナが描いてって言っとくわ <laughs>。この絵、マナが描いてん。ハロウィン仕様にそうやねん。え、これはでも、は言うわ、<laughs> ほんまのこと。これはでも、はっつけただけで正直なことを言うと。で、なんか、しかも、すごいなこれマジでほんまに今日ちょっとすんごい心配やねんけど、あのね、ちゃうねん、マリオさん <laughs>。 ちゃうねん。ごめん。これまだ書いたんじゃないよ。まだこんな絵うまくないもん。え、絵うまそうに見えますかじゃあ逆に言わせてもらうけど。絵うまそうに見えるお母さんでもない。買いに行った。<laughs> 買いに行きました。お団子好き。ありがとう。嬉しいわ。はじめまして。ななきちゃん。ありがとう。そうやねえん。え <laughs> んみえんとか言われてんだけど <laughs>。ふ絵うまくないです。本当その通り。ポイントポイントはなぁ。 ポイントか。ポイントは、私、黄色が好きだから、黄色いところです。<laughs> そうなんですよ。だから、あの、前髪って言われてる。大阪弁素敵ありがとう。大阪の方じゃないのエリカちゃん。あんなあの、ほうじ茶飲んだ方がいいよ。そうやねん、ほうじ茶間違えないわ。でなこのさ、この、入れ物これが、売り方が、なんかなまんまるやってん。こうさ、何重もさ、わかるかな言いたいこと。 ってこう何回も折っとってああソーリーさんこんばんはくるくるくるって何回もしとったから多分すんごいくるくるなっとってで今開けてんやんかこれ今開けて今貼ってんけどなんかねあれよもうくるくるのそのそ丸めてやって丸めてる威力が強すぎてそうそうポスターみたいな感じなんだろうね丸めてる威力が強すぎてあのね明日香ちゃんこんばんはテープで貼ってんのに こう、キュンって戻ってくんねんな。言いたいことわかるかなこう、くるくるの威力が強すぎて、同じこと言ってるか。<laughs> くるくるの威力が強すぎて、そうやね丸めてる威力が、そう、巻き癖がついてんのよ。だから前髪も巻かれたのね。うまいこと言いますがな。<laughs> そう、だから、あ、逆方向に丸め直さないと。なるほどね。それさっき言ってよ。間違えないわ。巻きマてティや、ほんまに。 今日なんか綺麗じゃないありがとう。やったパパたそう。そうか、逆に巻いてからやったらよかったんや。なるほどね。だからすっごい、これ今ね、多分これ取れてくる。正直なこと言うと。多分、多分これ取れてきますね。正直なことを言うとね。まあでもいいね。取れた時は取れた時で、ね、みんなでアハ,ハハってなりましょうよ。えへへへへ。いいじゃないそれでな。まあみんなやったら許してくれるやろと思って。普通やるやろ。ほんまに ホワイトボード買ったえ、ちゃうねん、これ聞いて。選べへんかったホワイトボード。なんかなあ、そう、のんちゃん見たよ、あんちゃん、それ。どうやって巻くのくるって。<laughs> そう、伸びしろでございます。いや、ゆるい、間違いなくゆるいよ、ほんまに。なんかな聞いてホワイトボードの話。あんね、お話面白いです。イエーイありがとうなんか、ホワイトボードがさ、買いに行ってそもそも、そもそもこれを買いに行ったんじゃなくて、 ホワイトボードをね、買いに行ったんですよ。ほんならさ、思いのほか、ホワイトボードの種類が多くってさ、どれ買おうと思って。で、ほんまに、あ、S さんヤやっほんで、ほんまにホワイトボードどれ買おうと思って。で悩んでてんやんか。でも、選べなかったよね。<laughs> だからもうみんなに聞こうと思って、なんかホワイトボードをさ、欲しいねんけど、 あっても何に使うかなとも思い出してん。確かにそうやろホワイトボード、そうやで悩むほど。いや、そんな悩むほどなかったかも。あ、千秋さんこんばんは。ありがとう。初見さんだって。大阪市出身の21歳、岡村マナです。マナティーと呼んでください。よろしくお願いします。あ、ふうかちゃんこんばんは。ホワイトボードも、ここ、でこったらいいんじゃない確かに。あ、すみれちゃんや。やっほ優柔不断やねん。ほんまそれ。 タワー立ててもらった時に名前書くとか。あー、なるほどね。え、しりとり一人でしりとりするってこと <laughs> もう科学のノートでええやん。いや、間違いない。そうやねんな。科学のノートって最強やからな。あ、こんばんは、マラティ行きました。ありがとう、来てくれて。ギフトありがとうとか、次の配信時間とか。あー、そういうのを書くんや、こうやって。なるほどね。面白い子だ。面白い子って言われてんの。アホティーと読んではいけません。そうやで。アホティーと読んではいけません。マラティ画伯。でもな。 お絵描き配信したいねマナ。マナ,ナティーの絵しりとりは難しそう。いやー、確かにちょっと難しいかもしれへんな確かに。ありがたバーとか、あ、そういうの書くんや、ホワイトボードに。なるほどね。そのためにホワイトボードって使うんか。じゃあ普段さ、普段はあんま使わんありがうバーの時アホティーさんじゃなかったのちゃいます。あ、あいやんやありがとう。昨日の温泉のえー、上手でした。 あれは温泉にはないです。<laughs> お絵かき配信するほんなら。あ、ことちゃん、こんばんは。ありがとう。マナティー書いて書いてくれてる。昨日のマナティー画伯の威力すごかったから。<laughs> スケッチブックでもいいかも。確かにそうやねんな。どっちがいいやろスケッチブックか、あれやったらスケッチブックか、あの、ホワイトボードやったらどっちの方がいいですかみんな的に。どうもう。ホワイトボードかな 両面ウィンクよかった。ありがとう。さよツイッターにあげました。両面ウィンク。鼻が、鼻がしんどい。我の絵心もやばいよね。え、間違いない。スケッチブックの方がいいあ、エコやね。確かに。エコではあるかも。科学のノートで。さ <laughs> よホワイトボードは消せるんですよね。ほんまに。多分さ、まだこれさ、どんどん鼻赤くなっていくよ。ホワイトボードの方が、なるほどね。消せると。 確かにエコやんな両面ウィンクってまばたきじゃないのちゃいます。赤鼻のマナティいや、今日はほんまに赤鼻になるつもりで来たよ。あ、こんにちは。んやさん。こんばんは。ハナティなのハナマナティハナティでございます。こんばんは、くるみちゃん。スケッチブックは記録に残せるから。あー、なるほどね。ホワイトボードの方がいい。 どうしよっかなホワイトボード。あざとかった。さあね、花火シャンポイントです、私。そうなんですよ。やっぱ買おうかなホワイトボードな。え、色、色がさ、いっぱいあるやつの方がいいかなホワイトボード買うなら。どう思いますか今はクリスマスちゃうよ。任せて。ちゃうよ。わかってるよ。10月やで。マートって黒板にしよう。おい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 。黒板はやばい。 二回目の来店です。ゆうちゃんこんばんは。残した絵が消してもいいかで使い分けるか。あーなるほどね。両方さ、持ってたらいいんか。チョークと黒板いいぞ。え、新しいってそれ。絵描くならカラフルがいいよ。確かに。じゃあ、え、タワーだけ紙でいい。あ、なるほどね。ホワイトボードはホワイト一色。ホワイト一色ホワイト一色両方使ってみたらありですね。じゃあ、ホワイトボードと、あれか、ホワイトボードと、 ちっちゃい黒板なのかなえ、ホワイトボードどんくらいがいいやろ大きかってもでもさ、画面的にちょっとあれやんな。ゆうちゃんありがとう。黒板のシール貼る。なんでやねん <laughs> なんでシール貼んねん黒板シートあるよ。あ、黒板シートもいいよね。仕事でチョークと黒板使う。え、そうな。先生ってことあきさんこんばんは。そっか。ありですね、ほんなら。そうしようかな。とりあえず、じゃあ、やっぱり買ってくるわ、ホワイトボードは。カラフルバージョンと、 えっと、カラフルバージョンと、んカラフルバージョンと、あれか。なんだっけ、なんだっけ。エイジさん、こんばんは。科学のより少し大きいぐらい。花たり配信。大丈夫やスーさん。科学のノート待ってや。科学のノート取ってくる。ちょっと待ってや。科学のノートは、こんぐらい、こんぐらい。こんぐらい。これ、大きい。こんぐらいのホワイトボードやっちょっと大きい。 ちょっとでも大きいよな、やっぱり。なんかさ、めっちゃ場所取るやん。マナより場所取るやんって感じじゃないこんくらいのホワイトボードやったら。ホワイトボードのカラフルバージョンそんなんあんのカラフルなホワイトボード。ネタ帳やないねん。A4? これ A4 なんかな A4 って書いてるわ。そろそろお茶飲んどこ意外とちょうどいいんじゃないほんまにこれ科学のノートよ、いつもの。 それぐらいでいいかなえ、じゃあこんぐらいのホワイトボードを明日か明後日ってこそ買ってきたいと思います。B5。それぐらいがいいこんぐらいのじゃあホワイトボード買ってきまーす。みんな明日くらい楽しみにしといてください。ペンはいろんな色買ってくるわ。ほんで、じゃあ日曜日にお絵かき配信しようや。で、あのみんなで何書いてるかテッコゲームしよう、ほんなら。 あ、そうしようお絵かき、お絵かきクイズそれって、お絵かきクイズしましょう、じゃあ。日曜日に科学で使わんかった。そうやねん、科学のノート後ろだけ余っとってん。これか。A4 って書いてるわ。<laughs> おもろそう、ほんまに。ジャンバラさん、こんばんは、こんばんは。ドレミさん楽しみ、ありがとう。じゃあ、みんなでお絵かきクイズしましょう、日曜日。そうやねんな。で、あれやろ、みんな聞きたいのは、なんでこんな鼻声かって話やんな。え、ちゃうねん、聞いて。なんなんやろね。 なんでこんなことになったんかまだも分からへんねんけどさ、まず昨日の話からしていいなんかな昨日さ、これ昨日実は話そうと思ってた話やねん。昨日な、岩盤浴に行ったんですよ。そう。ほんで、みんな岩盤浴とか行きますかまだむっちゃなショールームやりすぎ。じゃショールーム好きやねん。暇やねん、ほんまに。なんかなそうやねん。風邪じゃないよ、全然。風邪ひかんもん、まだ。 えへへへちゃうねん、聞いて。え、リッチじゃないや、全然。スカパどういうこと岩盤浴好きそうやねん、岩盤浴むっちゃ好きでさ。岩盤浴行ったんですよ、昨日。スパワじゃないです。<laughs> そうやねん。ほんでな、あの、岩盤浴行ってんやんか。ほんでさ、別に全然元気やって、まだ岩盤浴行った時にさ。 なんとかは風邪ひかないちゃいますバカじゃないです頭いいですほんでな、頑張よく行って、ほんで,で、帰ってきて、そっからやねん。そっからなんか急にさ、ずっとくしゃみ出るようになって、え、昨日のショールーム中とか全然なんもなかったやんか。ショールーム終わったぐらいから、ハーさんこんばんはなんかずっと、もうくしゃみ止まらへんなっちゃって、そっから。自分で頭いいって、わら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 。 <laughs> や,めやめろやめろやめろまだは風邪ひかへんねん。マさールさんやったありがとう金もらったんじゃないえ、でもちゃう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 ハウスダストかなでな怖かったから今日病院行ってさ、ほんならさ、やっぱり花粉症です言われた。だからさ、花粉症なんやわと思って。もうまだむっちゃさ、あれやねんって。あ、かずきや夜勤大丈夫ななんかなむっちゃさ、あれやねん。 花粉症なる、なりやすい人間やねんやんか。しんどくないよ。でも鼻が痛い、噛みすぎて。鼻がさ、何の花粉飛んでんの秋花粉って何の花粉なのやろマナティーやばいとか言われてる。どういうことどういうことあ、こんばんは、オフィシャルでーす。みんな花粉症みんな花粉症の人なんて読むんやろ星草ってなんて書こうとしてくれたんやろ豚草かな花セレブ使いや。いや、ちょ、高いやー、花セレブ。それ使うやと普通のやつ使うわ。稲かな稲と ブタクサブタクサやってみんな。花粉の時期やねんて、んよくん。そうやねん。ブタクサ花なんかそんな歌なかったブタクサ花ブタクサ花あれや。エビチュさんや。もうマスクして配信するしかない。花粉症なったことないやって。羨ましいねんけど。毎年絶対なる花粉症。稲花粉ちゃうかそうやねん。なんかすんごいさ、ムズムズしとってさ、ほんまに。たまにこうやって画面から消えるわ。 それね、もうこの辺がさ、痛い、ほんまに、噛みすぎて。同じく花粉症じゃないおるいや、花粉症じゃない人ってこのように。え、辛いというか、痛いもほんま、鼻が。で、で、辛いとかはもう思わへんねんけど。でな、でもお薬もらったんですよ、それで。でもさ、あれやった、なんかお薬めちゃくちゃくれはってさ、30日分ももらってんやんか。え、ちょっと、おうないみたいな。<laughs> だから、これから1ヶ月間、 あの、飲み続けようと思います、お薬。アイスティアさん、こんばんはえ、そうなんや。みんな意外と花粉症じゃないんや。そういうもんなんですね。飛ばしません <laughs> 眠くなるでしょ眠くならへん、意外と。花粉マラティー見てたら鼻むずむずしてきた。どうしよう、みんな空気感染ちゃう、空気感染。お薬サービスしてくれたんだ。なんでやメキティさん、ごめん、花粉じゃない。おるんやな、やっぱり。そうなんや。羨ましいな、花粉症じゃない人。 秋花粉やわ、バリバリ。すごい嫌です。だから、今妹と一緒に、あ,ありがとう、そうなんや。私、3ヶ月分もらってるよ。めっちゃもらうやん。そんなみんなもらうの俺にも映してくれ。どういうことやねん。映 <laughs> してええんかしんどいで、ね。今、鼻が詰まってた。だから今日は多分、すごい鼻声なんですけど。頑張って、かずき。そやねん。空気感染は意味わからん。<laughs> そやねん。お医者さんに行っても喋りまくるの。いや。 さすがに喋らへんよ。だってお医者さんが喋るやん。<laughs> え、そうやで。マナティ、鼻の下忘れになった方がいいよ。ありがとう、いいこと教えてもらった。花粉症だけど花粉対策の。あ、そんなんあんの花粉対策の注射初めて聞いてんけど。そうなんや。花粉治らないから癖で季節が。あー、そうね。ほんまに。元気やね全然。元気やけど、ほんまにこの辺が痛い、マジで、今は。 なんで画面越しで空気感染すんねん <laughs> え、鼻うがいした今日さすがニュートさんでくれ。さすがニュートされるのは困る花粉飛び始める。あ、そうなんや。もうじゃあちょっとまだ遅かってんな。やっぱり。やっぱり関西人好きだわ。ありがとう、太陽さん。鼻水がやばい時は鼻栓したまま生きてる。鼻栓ってないこういうやつこれえ、こういうやつじゃないっけ鼻栓って。鼻栓ってないっけ鼻栓ってこういうやつやんな。 ちゃうあれこれこれなんやったあっえこれなんやっけババアチュハートありがとう鼻セレブ使った方がいいよ間違えないっすわそうやねんなー鼻線ってなんやっけ鼻に詰めるんじゃないえあそうそうシンクロのやつちゃう洗濯ばさみあこれ,これシンクロそうちゃうこれシンクロ鼻にティッシュ詰めた上からマスク強い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 ,強い そもそもこの時期に花粉症って発症する。するのだから花粉症やねんってばそれは鼻犬なんなん。あ、金ちゃんさん、こんばんはお疲れ様です。今は私が花粉症になって鼻詰まりしたって話をしてます。<laughs> だからほんまに今日は鼻が痛い、ほんまに。でも昨日さ、岩盤浴行ったからさ、岩盤浴って結構さ、なんていうのあの、 加湿されるやんか。初見です。あひなぷにたんずさんこんばんはありがとう来てくれて岩盤浴ってさ、加湿されるやんか。だから、多分、大丈夫やろうなと思っててんけど、まさかこんなことになるとは。思ってなかったぜ岩盤浴のせいでしょ写されたかなえ花粉症って写されるんかなどうなんやろ鼻通り良くするやつじゃなく、テロップに鼻が痛いに変えたら、いやーや <laughs> 誰も見に来てくれへん、そんなん。 新潟に来れば花粉症なんて忘れるよ。新潟の方な石川匠美さんって。人が多いと花粉舞うからね。そうなんやあ、しゅんちゃんありがとう来てくれて。真っ赤なお花のー。ちぃが言ってたおもろすぎる人や。山女さんちぃって誰やちぃちゃんのことかなこんばんは。映るわけがない。花粉症って映らいよな。花粉症は感染しひんよな。沖縄に花粉症ないらしいよ。ええー、絶対嘘や ほんまに言ってる都会は花粉になりやすい。人が多いからって意味かな誰と対戦したんですかはたさんです、私。都会は花粉になりやすいあ、テあ、T くんだこんばんは。おりかちゃん、昨日ぶりゆりなちゃん、こんばんは。岩盤薬はアレルギー性、ビオ美、ビ美、あ、読まれへんわ。ビエンにいいらしいかな花粉症はアレルギーだからうつらへんよ。北海道もほとんど花粉症ないねんて。え 初耳やわ。母さん一生嬉しいマモ。そうなんや。花粉症ってさ、そんな感じなんやな。知らんこと。花粉と大気感染のせやっぱ面白い。ありがとう。来てくれて。いや、嬉しいね。ほんまに。今日は杉花粉だね。ほんまにさ、あかんわ、花粉症。ずっと鼻かんでるわ、ほら。うーまっ。ね。なんて、大阪やから。 そうやねんなー北海道寒いらしいよ。知ってますでも北海道絶対寒いやんな今。はじめまして、山町。そんな感じしなかった。いいね都会の方が喉を大切に。喉は大切、なんかな、喉は強いね結構、まだ。あんまりさ、風邪ひかへんねん、ほんまに。風邪ひかなそうに見えるやろ。ほんまにな、あんま風邪ひかへん。鼻を触るぐらいにしといた方がいいよ。杉花粉は春と秋。今やん。 だから杉花粉なんお外でマスク必須だね。ほんまそれなぁ。レナちゃんこんばんは。きっか。きっか。今10代以下やって。大変。若さん、だるまありがとう。明日から、あ、それなほんまそれなそうやね花粉症で鼻声なんですよ。風邪じゃないから。みんな心配せんとってください。そう。マスターさんが書いてくださってるけど、明日からですね、あ ジョータロウさん、こんばんは。ボもなさん、お誕生日おめでとうございます。<laughs> わーい、はじめまして。マナティ、岡村バラと申します。よろしくお願いします。そうだよ、風邪じゃないから全然心配しんとって、ほんまに。そうなの、さっきね、コメント欄に書いてくださってる方がいたんだけどね。関東ではね、明日からあれなのよ。ラストアイドルのね、始まります、また <laughs> イエーイ。ラスアイよろしくがね、バラエティが始まります。わっしょい。 いや、楽しみですね。ほんまに。なんかね、大阪も早く見たい。ほんまやんな。自己紹介は阻止します。楽しみにしてる。明日は楽しみ。えみんなさ、結構関東の人が多いんかなマナの配信見てくださってる方って。楽しみみんな楽しみマルティ大活躍の予感いや、どうやろうな。わかりへどうだろう。活躍できてたら、できたらいいんだけどね。名古屋は見れるんかな名古屋も多分そうやんな。 あの、同じ時間やんな、関東の皆さんと。マナティアピールできたどうやろうなぁ。まあ、見てからのお楽しみということで。関西、関西、名古屋。マ、ま、ナちゃんと握手したい。おいでよ、マサハルさんぜひ一緒にしよう。関東です。マダガスカルえ、絶対嘘やん。マダガスカルから見てますわ、絶対嘘やろ。踊るの好き、好きやん。みんなも好きやん。関東も北海道も関東と同じ時間関西やんな、結構。神奈川。あ、 いろんなさ、方がいるんやね。福岡か。マナティーガメンパイしません。神戸。広島。関西、東京。近畿。あ、そうなんや。みんな結構いろんなとこやねんな。多分関西だけやんな。放送時間が違うのが。そう、だからいつも、愛媛だからいつも、あれやねんな。 あの、ツイッターで皆さんの反応を見て、どんな感じやったかっていうのを見てから、放送を見るって感じやから。まあ、皆さんに期待してます。明日もよろしくお願いします。マルティのショール負元気もらえる。ありがとう。マナちゃんあ、F さんだ来れちゃったありがとう来てくれて。お風呂入ってきます行ったら。こう見てたら全国おるね。ほんまそれやんな。明日の12時、10分からでしたっけそのぐらいから。 そうやねん、まだ見られへんねん、明日。明日は、明日の朝、朝ね。明日は初の朝配信をする予定です。8時半から。マルティに会いたい、ありがとう。はーいやー、父さんありがとう。来てくれて。今日は、10時半ぐらいまでする予定よ。ツイッターを見たらネタバレするっていうね。いや、ほんまそりゃねん。みんな早起きしてください、明日。早起き得意みんな。 中崎町に住んでました。起きれるかな早起き B。朝起きれるかな朝か。学校だから。あ、土曜日のり学校あんの会計症が。りょうかちゃん起きられへんやつ。苦手みんな朝苦手モーニングコールすんねまだが。おはようって。まちゃぽんハートありがとう。ナラティのために早起き頑張ります。<laughs> 嬉しいみんな、最高 朝からマナティーか。おい、どういうことや <laughs> 朝からマナティーや。みんな、テンション上げてこや、朝から。あ、シ平ウヘ君、こんばんは。ハートありがとう。うやん、F さんめっちゃ豪華やん、メンツ。マナティー起こして、いいよ。なんて言って起こすマナのじゃあ、モーニングコールする鼻声でおはよう。今日も鼻詰まってるわ、言うて。<laughs> めっちゃテンション上がるやつ。ほんまに目覚まし4つかけとくね。 素晴らしい。朝からこのテンションいや、そりゃ見てからのお楽しみや。どうするでも。まだ自身もさ、朝に配信したことないんやんか。オッケーマリオさん。わかった。覚えてるうちにするわ。フライパンで起こすやつ、週間。起きろー <laughs> 起きろー <laughs> いらんモーニングコール。実は朝テンション低いとか。いや、わからへん。まだどうなんやろな。すっぴんはさすがにできません。 朝はすげえおとなしかったりしないか <laughs>。大迷惑。ほんまにやりそうよほんまにやりそう。確かにフライパンとリンリンするやつだったら全然するで、もな起こすで、全然。朝から酔っ払い配信しません。あ横広さん、こんばんは。こんばんちょ。すっぴんみたいで、もおもろそう。実は朝は低気圧かもしれん。そう、君は低気圧だからやん。すっぴんみたいは変わらんで別に。 テンション低い感じも見てみたいえでも今日は割とそんな高くないと自分では思ってんねんけどな。ちゃうんかな年中無休、テンション高め。えー、ほんまにでも年中無休かも。朝起きれんとか。みんなだから明日は、鼻声そうやねん。花粉症になっちゃってさ、みんな大丈夫みんなも気をつけてな。もぐもぐ配信は。もぐもぐ配信はどうやろうな。でも、8時半にから配信するから、みんなも8時28分とかでいいで、ね、起きんの。だから、 8時28分くらいにアラームかけて、そこから29分、30分でやって、2回やってもらって、で、まだの、あの、この始まりましたのツイートが、あのー、通知来るようにしとったらもうそれだけで3回来るわけやん起きれるやろ、さすがに。28分くらいに起きようや、じゃあみんなで。OK? これで低いとかやばい。ほんまにこれ今日低いと思ってんねんけど、自分でちゃうんかな 朝になると一言も喋らない配信です。それはやばい。面白い。マリアちゃんこんばんは。朝から見れるのはいい一日になる。ほんまに ?8 時半ジャストに起きる。めっちゃ賭けに出るやん、それ。起きた瞬間に見てくれるってこと了解、マナティのために起きよう。いやあ、ありがとう <laughs> 明日は朝やから、ちょっとお天気お姉さんみたいなことしたいなと思ってんねん。 二日酔い大丈夫頑張って。じゃあもう寝なきゃあかん。もうちょっとだけ待って。頑張れる。マルリーちゃんなら頑張れる。みんな期待してます、ほんなら。朝やからな。でも寝起きててもうるさくても起きるよ、きっと。みんなで朝ごはん食べる配信。いやー、どうしよっかなお天気お姉さんするわ。あ、マナがじゃあ始まってから起きてくださーいって言うわ。みんな起きてくださいって言うわ。しょうがないな優しいなみんな。明日はマナティー待ち。ありがとう。 5分前に起きて二度寝しちゃう。あきまえ。友達がそあ、ほんまに <laughs> ジュリアちゃん早起きやね。あ、ヤっホー。シュンとくんや。昨日リプもくれた。ありがとう。朝からオムライスがいい。でも朝からオムライスとか食べれちゃう人やね、私。朝の情報番組的な感じか。そう。明日は8時半から配信するので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。<laughs> パンやで、ね。 へへ。<laughs> 最近、あれ食べてんねよシリアルむっちゃ食べてます。朝ごはんは。勉強は得意ですかえ、得意に見えるみりんちゃん。誕生日か。ああ、そうなんや。誰の誕生日まー、あ、ちゃん。やっほー。頑張って起きるね。朝から R1 ちゃいます。ついでにニュースも配信しちゃおう。え、そら、できひん。そはできひん。それは, <laughs> それは難しいわ。朝、はい、作るよ。何朝、はいって。パンじゃないのパンを食べんねんけど。 う最近はでもな、パンで太るなと思い出してから、頑張って食べへんようにしてる。得意さんに見えない正直に書くな <laughs> 今ひら、あ、そうなんやありがとう来てくれて朝からプロ野球ニュースしようか明日は、いや夜はな、ね、ちょっと配信できるか分からへんねん。明日ちょっとお出かけするんやんか、実は。そう、だからまたそのお出かけの話もね、みんなにできたらいいなと思っております。明日は朝から楽しみやありがとう そうやねん天気予報するえっほんまになお天気お姉さんになろうかなってな思ってた時期があってさ板をちょっわは<ウ>そうやねん晴れるといいねほんまそれな待って鼻がむずむずお天気お姉さん似合いそう嬉しい。 ワイト中にイヤホンで聞いとこかな。悪い子や。<laughs> え、う、後ろじゃない妹がでもはしゃいでるめっちゃ。鼻声やんなぁ、ほんまに。分かってんねん、まだもう。マラティの配信見終わった後。あ、ほんまに嘘やん。お疲れ様、お仕事。子供の声がした。<laughs> そう、妹めっちゃご機嫌。なんかめっちゃ静か。というか、上でさ、めっちゃバンバン言ってます。晴れるんちゃいますかとか言いそう。え、いいやん 明日はじゃあ、まだが、お天気お姉さんごっこします。イェーイ。いいやんやってみたかったお天気お姉さん。え、どんな、どんな感じやろうどうしようどうしようどんな感じやろうええー、どんな感じやろうな。え、でも、全国のお天気を言わなあかんやろジュリアちゃんありがとう来てくれて。同い年の子もう寝たよ。あ、ほんまにそうなんや。ちょ、待って待って、取れてきた取れてきた。ほら、もう取れてくんなよ、こういうとこ。待ってみて。ほら。こうやってな、すぐ取れたがる。 このさ、やっぱさ、あれよ。角度がさ、あ、ルールハ,ハトじゃないや。ありがとう、花。ぜひ清楚にお願いします。え、いいやん。じゃあ、ちょっとお天気お姉、ね、さんっぽい髪型と服装も揃えるわ。あ、ほんでさ、ちょっと絵とか描くわ。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。わし配信、あ、ほんまにババッチ大丈夫しんどい。もうほら、すぐね、撮れるの、こうやって。 なんかの音でわかんねんもうほんまに。メシメシメシ言うわけよ。絶対取れると思っててん。取れたがる <laughs> そうやさねんな、すぐ取れたがる、ほんまに。いいやん。自己紹介はもちろんお茶ムライスマルティっていう。え、それは芸名よ、芸名。日本列島書いとこう。え、いいや、日本列島書くわ。いいやん、いいやん、いいやん。頭皮頭皮も書か,かんでええねん。頭皮は書か,かんでええねん。日本列島書きます。 いいね。ほんでさ、なんかさ、ペンでさ、あの、北海道は、本日の天気はってやつやろでいいやんちょっとお天気お姉さんなれるように頑張りますだからな、朝もさ、頑張ってツイートしようと思っとって、まだ。そうで、ミィリちゃんありがとう朝も、だから、あの、お天気、お天気をツイートしようかなと思って。え、実はな、2日前かな ?2 日前に、 あの、お天気ツイートしたんですよ、朝。さやねん。まなちゃんの告白って来っと楽しいんだろうな。え、絶対楽しいで。言い切ったるわ、絶対楽しい。あ、や林さんだ。ヤッホー、こんばんは。お天気ツイートいいね。元気になりそうなお天気予報全部晴れにしだろかメイくんこんばんは。さやねん。明日晴れるといいな、ほんまに。起きてや、バンバンさん。みんな起きてや、ほんまに。福岡の予報も頼むで、任せて。 やったーめっちゃ楽しみになってきたみんなのおかげで起きれるかもしれへん。うすきさんこんばんは、本日2度目。見た見たお天気ツイート毎日してほしい。みんな見てくれるお天気ツイートしたら。食べ屋さんちゃお気持ちは晴れです。<laughs> あ、ゆうなちゃんだ台風中継やってや。え、やってみたい台風中継自分が飛んでいきそうやけどな。まさはるさんありがとうツイッター。ジャイアンさん書いてくれとったやんな。この前。 のっちゃん、こんばんちゃえそうやねこれも言いたかってあのさ、挨拶をさ、なんたらちゃーんみたいなすんのちょっとありかなと思って。例えば今みたいにさ、こんばんちゃんとか、おはちゃとか、ちょ、意味わからんかなぁ、これ。沖縄も忘れないよ。お天気に合わせたこうでお願いします。いやー、どうだろうなぁ。あられちゃん的な。あ、そう、あられちゃん的な。こんばんちゃん。どうも、こんばんちゃん。おはちゃ。 ちょ、こんばん茶は可愛いとしてさ。おはちゃってなんか変かなわかるよそう、お茶の茶。正解、正解、正解。お茶の茶やけど、ひらがなで、チートや。あ、仙人様、ありがとうございます。バナティ、時間あったら俺の、オッケー、やばかった。見るわ。ありがとう。おはティ、おはティ、やっほーやっほー。あ、誰もありがとうございます。おはちゃあり加藤、 <laughs> おはてぃ、あ、おはティーもありやなおはティーもあり、今日のんちゃんからさ、連絡来た時なんかそういえば、コン、コンティーみたいに言われとったなまだ。おはティーありやね。ハロちゃんハロちゃんもかわいいかも。え、なんかめっちゃいい、まださ、あんがいっぱい出てくてんねんけど。おはむライス <laughs> おはむライスやばい。おかむライスやなそれ。てかわいい。<laughs> お茶は略して、茶でえんちゃう。あ、ほんまに おはっぴーかわい,いおはっぴーありやね。みなさん、おはっぴーって言って。あ、めきーだ。こんばんぴー。あ、おやっぴー。あほ、あほっちゃいまんねん。まだでんねん。えへへ。あコウタン、たわありがとう嘘こうたんだ <laughs> かりんさん、お誕生日おめでとうイェーイありがとうありがとうありがとうバンチで見れないから。ああ、ほんまにありがとう来てくれて。あああ <laughs> なると思っててこうなると思っててまナはもうありがたわですねもうコウタン本当にありがとうタイミング持ってるね <laughs> ありがとうコうたンほんまに嬉しいですこういうのなんかあれやろあの、ホワイトボードでこうやってやるんやろわかったわやりよった こうなると思っててちょっと待って、こっちを撮るわ、ほんならもう。今日はこれ諦めます。私、もう今日はハロウィン仕様でもなんでもないです。普段の岡村まなさんの配信です。もうハロウィン仕様でもなんでもないです。はい、岡村まなです。今さ、今からさ、ツイッター来てさ、ツイッター見てさ、来てくれた人さ、あれ全然ハロウィンちゃうやん、マナティってなるかな申し訳ない。それもう中のことにしよう。もう今日は何にもなかった。 そう、真っ白モードでございます。そうやねん、取れたがにー。<laughs> はい、ハロウィン仕様終了。いや、明日は多分、ハロウィンになってると思う。そう、荒ぶってるわ。鼻声慣れてきたほんまにハロウィンちゃうやん。ちゃうで、ね、もういいねん。ハロウィンちゃう。<laughs> レナちゃんやった。ハロウィンちゃうで、ね、いろいろあってん。さっきまでハロウィンやってんけど、いろいろあって、もうこんなことになっちゃってん。まあいいやん、こういう日も、ありじゃないですか。<laughs> 名前もないからマナティーですらない。あ、ほんまや、ここにいつも名前貼ってるんですけど。もういいです。今日は雰囲気でさせてください。どっかに書いてるでしょ。マナティ見たら元気になる。ありがとう。俺勝手にマナティーが一番おとなしいと思っててんけど、一番すごいかも。おいおい、すごいってどういう意味 <laughs> ポジティブでもあまりにも明るいから笑ってしまったよ。<laughs> いいと思いますもうそういう日でいいと思いますもういいやんかもう今日はそういう日やねん 花も詰まってるし、花も赤いし、でもいいでもそういう日やねん、今日は。申し訳ない。力性関連で見た中で一番でかい事故。<laughs> ですよね。私もそう思いますよね。本当にそうですよね。いや、なんだろうね。なんでこんなことになってるんやろね。ほんまに。申し訳ないね。どちら様で。どっかに書いてるやろ。でもこのさ、ルーム来てくれたらさ、岡村マナってどっかに書いてるやんな。最初テレビで見たとき、大阪弁の印象なかったな。あ ほんまに大阪弁でも喋っとったねテレビでも。とりあえず拍手してごまかすマナティ。前向きええ書いてるやろほら、もう書いてるってことは分かってくれるってことやねん。みーちゃん見てから来ると差がすごいのは。え、だって肌さ、めっちゃ可愛いもんな。あのさ、ほんわーかしてるよね。すんごい可愛いと思う。まだもうさ、この前メディかしていただいてさ、めっちゃ可愛かった。正直なことを言うと。人を元気にする点では、アイドルとして満点イェーイ やったらいいねん。それでいいねん。一番上にアカウント名出てるね。あ、やっぱ出てるよな。ほな、もうみんなわかるやろ。私、岡村まなって言います。誰かそれかもうコメントしといて。この人岡村まなって言うんだけど、あの、今後ろの背景が撮れたから、あの、ないんだけど、岡村まなって書いてたんだよ、みたいな。誰かもうコメントしといてください。あジュンディさん、はじめまして。ありがとう、来てくれて。 嬉しいみんな健三ザさん誰もありがとう嬉しいエメイちゃん見に来てるうっそーエメイちゃんほんまにえ嬉しいねんけどエメイちゃんほんまにありがとうございます嘘やんこの人はお茶村マナティーですその通りでございますいやもうそういうもんやねんもう人ってそういうもんやねん <laughs> そうマナちゃんで、あ、ヤスさんヤスさん知ってるやろそやね元気出るよありがとう嬉しいわほんまに いやー、背景がね、本当はあったんですけどね。どっか行ったんですよね。お茶目なマナティーです。ありがとう。まあエンメイちゃん嬉しいな。ありがとう。芸人さんじゃないです。アイドルをしております。嬉しいね、ほんまに。マナちゃんだよ。はじめまして。おい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 、みんななんやねん。急に初見詐欺出てきてどないしてん。エンメイちゃんランキング62位による。嬉しいな。くまさん、こんばんは。くまったな。それは、<laughs> それはほのかさんですな。 今日もテンション高いね。ほんまに心のハロウィン仕様。あそれや心のハロウィン仕様やみんなわかった心が清らかな人には見えると思うんですよ。この辺にハロウィンが。だから、きっと、あの、みんな、清い心になってみてください。清い心になったら、私がさっきまでしてたこのハロウィンの壁紙が見えると思うんですよ。はい おい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 、見えません。おい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 。<laughs> みんな乗ってよ見えないって書かれてんねんけど。見えるやろ見えるやろほら、ミクちゃんが見えるって。まだ早いって。<laughs> なんで見えへんあ、見えた見えた見えたドルミさん見えた汚れやから見えへん。そんなことない。みんないい人やけど。<laughs> 無理がある。え、ちなみに言うとな、ここすごいところでさ、実は配信しとってさ、 今やから言うな。何かの宗教じゃない。あミッフィーちゃんだこんばんは。みんな見えたもう見えたってことでいいね。見えた見えた。見える見える。まだには見えてる。ここにカボチャがあってさ、ここにハッピーハロウィンって書いてあってさ、あすごいハロウィンやあありがとうとーぼゆきさん、こんばんは。見えるやろうっすら見えとるほら、そういうことよみんな。見えるわけよ、つまり。よかった。トイレじゃないです。<laughs> クリスマスツリーが見えるそれはおかしいそれに関しては違う今から言うねんけどさこれさドアここ実はドアがあってさこれドアやねんやんか初見さんびっくりしますか岡村マナですすいません本当にうるさくてでもいつもこんな感じなんですよお風呂じゃないよあんなこれドア開いたらさ全部な取れていくところにあんねんだからこれドアやねんけどこのドアが閉まったらさ茶色になんねん実はあこっちの方がちょっと見栄えいいだからそこれさ全部ドアがな 開いたらな全部取れるっていうオチです本当に大変なのよねだからどこでもドアじゃないよそうやね引き戸引き戸だからそうこのドアがもしも開いた場合は茶色映えこれ茶色映えとかあんのそうこんな感じになりますそうやねお花畑が見えるあ背景変わったすごいそうやろあでも寒いな寒いは今日寒いよな 今日めっちゃ寒いと思う。ほんまに。まなちゃんめっちゃおもろいですね。イエーイありがとうございます。嬉しいです。あと10分。ありがとう時間教えてくれて。一瞬で背景変わった。そうよね。サブサブ、サブサブさん <laughs> 何度なんでも。茶色は落ち着いて見える。明日霧降るらしいよ。どういうこと霧って振るのそうなん茶色映え茶色もいいね。ありがとう。いろんなスイッチあるな。そう、そうなんかなこれスイッチなん <laughs> そう。 そんな感じなのよね。話は寒くないな。ありがとう。でも今日はほんまに寒かった。なんかむっちゃ寒いもん。今日さ、だからこんなもこもこのさ、服着てるんやんか。あ、ありがとう。だるま。霧じゃない霜霜が降るって何霜って何マナティーサルマナ感じ苦手やねんほんまに。ありがとう。最高。ありがとう。明日雨が降るその雨ちゃうやろ。<laughs> え東京はそうでもない。ほんまに大阪むっちゃ寒いで今日。 このモコモコの服そのモコモコどこの服え、これはね、あのね、島村です。<laughs> 私、島村大好き人間なんですよ。漢字読めへん、ほんまに。漢字はほんまに弱点やわ。全然読まれへんねん、ほんまに。急に寒くなったよな、ほんま。奈良も寒い。奈良寒そうやな、確かに。霧地面が白くなるやつ。あ、そうなんや。全部ひらがなにする。さすが、読みやすいわ。 理系とかもうそういう問題じゃないもうアホ。私は心が寒い。え何それ心が寒い大丈夫やね。心はみんな触ってみたらあったかいねんで。下ね、下。島村最高ですよね。分かってるわ。いや、ほんまに島村はマジで最高です。私本当に大好きです。島村めちゃくちゃ行きますもん、ほんまに。切りちゃうのね、下ね。新潟でもまだモコモコ着ないで、ね。あ、ほんまにまだめっちゃ早いんかな、じゃあ今日。いいやん、先取り先取り。 全部カタカナにするえー、って全部カタカナにせんでえって。マナちゃん、温めて。はー。ふふふ。あったかくなったかな今ので。そうやね。岩盤浴でもあったかくなったよ。しまむらマナって書かれてる。<laughs> 自己紹介は終わってないけども、半分諦めました。まあ、今後、いつかのタイミングでまた自己紹介していけたらいいなと思ってます。縦林さんわかってます。 全部ハングルで。いや,いや。やハングルは読む、読まれへん。でも、学校の授業でな。韓国語みたいな。語学があっていいよ。そこで韓国語はやったで、ね。あ、マルリーさんほんまにうせやん唯一の、唯一のっていうか同い年嬉しいな。21歳。え ?9 月6日生まれです一緒やんかさっき言ういいや一緒やんおめでとうそうなんや。そう、何事も諦めが肝心やで、ね、ほんまに。じゃあ、英語でいこうか。 もうみんな嫌や。そうやって意地悪してくるから嫌や。<laughs> まあ、マッチさんありがとう。ありかかぼちゃです。今は学生じゃないよ。もう卒業してます。私短大だったんですけど。あ、ね、4月 ?3 月ぐらいに卒業しました。弾丸東京旅行どうも。え、いいと思う。でも弾丸で行って帰ってこれるかな、東京。割と楽しいよね。21歳やで、ね、まだ山ちゃん。今は暇人。それな今は暇人です、結構。 心の中ではマルティと同じ誕生日です。わあ、嬉しい。嬉しいです、ほんまに。スクショタイムあるよ。みんなでしようや。初見です。もっぷーさんありがとう来てくれてあ、で、ね、いつもやったらね、この辺にちゃんと自己紹介を貼ってるんですけど、先ほど取れまして、あのー、真っ白なんですけど、岡村マナです。よろしくお願いします。それな、一日違いやもんな。おい、嘘つけ 私、七夕生まれえ、素敵七夕生まれはマジで素敵羨ましいなぁ。天の川やん、夜遊びに行ったりしないのそうやねんなぁ。遊びに行く友達がなぁ。みんな結構お仕事しててさ周りのお友達も。だからあんまりおらへんかも。マ、ま、ナティ YouTuber とか向いてそう。え、でもすごい YouTuber さん大好きで、毎日見てるよ。来週の金曜日が、あ誕生日また言って、それ。おめでとうって言うね、ちゃんと秋元さん。マ、ま、ナちゃんクオリティ最高です。 イエーイ嬉しいですまなちゃんクオリティです待て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 英語来たって英語来た英語ええー、って英語ええー、って英語で送ってくんのええー、って <laughs> 漢字も読まれへんけど、英語も読まれへんの証券ですこんにちは !Hello, まな !How are you? あ、今ハッピーちゃうこれ。ハワイ a って 調子はどうみたいな感じやんな。あ、ありがとう、マリモちゃん。ローマ字 ?How are you? って何やった ?How are you? は、調子はどうやんな、多分。ちゃうだから、I'm happy! 私は happy ですマルティー。バラさん。<laughs> I love you, happy な人。にーはお、にーはお。英語も読まれへん。でも、漢字も読める。英語ペラペラやん。任せて。 英語はの意見で。コッツー、コッシーさん、こんばんは。あ、シェリーベイちゃん、マルティのお笑いライブ見に行きました。おいおいおい、してへん、してへん、いつしてん <laughs> いつしてんニーハオ、リーハオ。あと5分ありがとう、タルトちゃん教えてくれて。ほな、みんなそろそろ、あの、ランキングを読んでいきましょうか。なんかもうやばいって、なんかもう何語かわからんの来てるって。<laughs> <laughs> みんなほんまギャグ線高いよな、まだのさ、このコメントくださる皆さんでさ、もうすごいよ、ほんまに。みんな自信持ってくださいね。あのみんなほんまにすごい。<laughs> じゃあバイバイバイ中国語来たって、読めへん読めへん。シャ、シャハオシャハオフランス語でしょもうわからん、韓国語もあるもんだって。みんなおかしいで、ね。あへへへへへへ。あ、水筒よ、福岡やったっけ ありがとうほんまにみんなはすごいマジでマナより全然面白いからえみんなさチャうネン思っとってのんちゃんとかもさマナティは面白いよみたいなマナティのショールーム面白いよって今日書いてくれてんいやのんちゃん優しいわと思ってもうのんちゃん大好きって思っとってんけど多分マナが面白いんじゃなくてみんなが面白いのほんまにマナは全然さあれやで何もしてへんよみんなありがとうねいつも <laughs> はいそんな感じでではではランキングを読んでいきたいと 思うんですけど、その前に一瞬鼻をかましてください。三秒で戻ってきます。せーの。はあ。鼻赤いんちゃう。<laughs> 鼻赤いわまあいいね、気にせんとって、もうこう、こうしながら喋るな、ほんなら。ファンとタレントは似るってやつ、え、絶対そうやと思う、ほんまに。 いくでほんなら。みーちゃんありがとう。いくではい。では、ライキングを読んでいきたいと思いまーす。はい。鼻真っ赤やな、ほんまに。鼻真っ赤ですわ。ちょ、ごめん、見ンってちょっと。この辺隠しながらするな。いくよ。13位 <laughs> 隠しながらできひんわ。テンション、自分のテンションがあるから隠しながらできひんわ。いくで ?13 位が、えーっと、13位がね、 シーちゃんだわーシーちゃんありがとうパンちゃん !12 位が、12位が見えない、12位がね、12位がね、見えないの。待ってや。アップにするわ。あ、12位ドレミさんわードレミちゃんだありがとう珍しいメンツだね、今日。11位が、マチャポンありがとう !11 位でーすはい、10位が、ジュリアちゃんありがとう団状だよ !9 位が、 しもてんさんだナインナインありがとう !9 位。8位が、ニケさんありがとうございますセブンが、あれ違うね。9位間違ったね。9位がスチコさんだった。ごめんね。9位スチコさんありがとうございます <laughs> そして、7位が、しもてんさんありがとう !7 位ラッキーセブン続きまして、6位が、ナあヤさんありがとうございます毎日毎日ありがとう本当に。 続きまして、5位がですね、5位は、5、待てよ、5、いや、大丈夫大丈夫、5位が、ルンルンありがとう、ルンルン毎日ありがとう、本当に続きまして、4位が、ババッチありがとう、ババッチイェイ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 イイェイイイェイ続きまして、3位が、ヤクルトくんありがとうございますイェーイ ヤクルト、ヤクルトン。そして、2位が、ケンザブロウさんありがとうございますさあ、それでは、栄えある第1等賞先輩は、ドゥル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 ン、パンコウタありがとうございますわあタワーも本当に本当にありがとうございました。私にとって、3度目のタワーでございます。本当に。 皆さん、今日も1673人の方が <laughs>、ありがとうございました。そんな感じで、じゃあスクショタイムを。今日は何回目 ?6 回目の配信かなもう6回も配信したんか。鼻赤いの気になるちょっと待って、直すわ。ちょっとだけ待って。気持ち、気持ちだけ待っといてな。あ、なかった。待て、どうなりしようかな。鼻赤いかな、やっぱり。赤いよね。やっぱ赤いよね。ん待てやん。 もう花赤いの気になるわ花セレブ買わないと皮がむけますっていやほんまそれやんな今来たごめんもう終わっちゃう本院さんごめんな発段じゃ上がれたおめでとう赤いなお直し中今お直し中誰か書いといて今もう,もうテロップ書かれへんから直ったんちゃうどうあ直ったんちゃうな直ったやんなこれにこの口を足しましてあえ はいでは、写真を撮りましょう !6 回目ね。6回目ってどうしたらいいこれ 6? なってる ?6。みんなスクショの準備できたいくでー。はい。チーズ。 こっち？これ見えてるこれ楽に見えてるみんな。逆？こっちか <laughs>。ま取れたいよ。最初取ってくれたと取れたいよな。いける？ほんの行くでもう一回行くで。行きますよ普通の。はい。 记。 オッ <Okay? S 2> はーい。カニさんポーズ。ほんまや。はい。それでは皆さん本日も1775人の皆さんありがとうございました。また明日は8時30分から配信しますので600枚 ?6000 枚するのでぜひぜひなんか入ったかも。皆さんお待ちしております。今日もえ、なんか目入った。いたたたたた今日もでは あのおやすみなさいツイートをするのでねぜひぜひ皆さんリツイートしてリプして寝てくださいほんならありがとうございましたまたね明日起きてやほんまに8時半には起きてくださいおやすみなさーいありがとう今日も <laughs> もうじゃんけんはあれですねまた明日 <laughs> ありがとうございましたみんな早起き頑張ろうね、一緒に。マナがフライパンでお菓子に行くので。あーい、おやすみなさーい。<laughs> see you, see you. バイバー、おやすみなさーい。